けましておめでとうございます。関西クラクラクラブのコミーです。さて今年もね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本当にね、去年1年間はお世話になりました。YouTube を始めて、まあ本格的に1年間をね、過ごしてみたということで、まあいろんなイベントをね、企画したり参加させてもらったり、まあ実況をやらせてもらったり、動画作ったり、もう本当にいろんなことが、まああってね、まあそのたんびにまあ落ち込むこともあったり、まあ嬉しいこともあったり、まあその中でも皆さんのこうね、支えがあって本日までこうやってこれたということで、今年もね、ガンガンやっていきたいというふうに思いますので、どうぞお付き合いいただければと思います。さて本日ね、一発目の動画、こちらまた日本屋ゴールドティアラさんからね、お届けしていきたいなというふうに思っております。タウンホール12が出てきてね、その空攻めの、縛りをした、12-13 タウンホールのね合同戦ということで、本日のテーマは皆さんよくねご存知の茜式ですね。こちらをね、お届けしていきたいというふうに思います。まあ、茜式って何かっていうと、この前ね、突破兵器の、まあ、使い方みたいな動画っていうのもね、1、2ヶ月ぐらい前に上げてるんで、まあ、そこでも、詳しく説明してますから見てもらえたらと思うんですけども、まあ、簡単に言うと、突撃艦とか、ロックボーマーっていうようなね、突破兵器の中に、まあ、ライドラバルーンを入れて、でその、中身を、弾けさせて出した瞬間に、レイジだったりね、あとはクローンっていう呪文を使って一気に、ある特定の区画をドドッと破壊していくっていう、まあ、そんな戦法をね、茜式なんていう風に呼んだりしてます。で、今回見てもらいたいのは、その茜式の、なんていうかな、もう強化版、新時代の茜式とでもね、表していっていいんじゃないかっていうような、まあ、アタック。まあ、それをね、見てもらいたいと思います。まあ、本日のね、動画、合計、3つね、ご覧いただきたいという風に思っているんですけども、これ、まず1本目は、もう、非常にオーソドックスな茜式ですね。このね、アタック。まずは、12時方向からヒーローを全出ししていって、まあ、この辺のね、区画はバーバリアンキング。中は、ロイヤルチャンピオン。で、ここですよね、ここ。ここを、その茜式っていうことで、突撃艦をこう投げていきながら、レイジと、黒の呪文を使って一気に潰していくという格好です。今、突撃艦が出てきましたね。ここちょっと注目していきましょうか。突撃艦の、ね、落下ダメージで、アーチャークリマで今度ね、こう倒せるようになったんですね。1600ぐらいかな、ダメージ入るようになったんで。で、一気にバルーンを、クローンとレイジで、増やし加速させて、周辺部をガガッとこう削っていくってわけですね。はい。でね、何がね、これ新時代なのって、これ普通の茜式じゃないのよと、思う方いらっしゃると思うんですけども、私が言いたいのは、これから本体を出すわけですよ。これね、バルーンとドラゴンを。でもその前の段階でもうすでに、ここが全部なくなってるんですよね。今までこんな環境って、主力を出す前に作れましたかね。結構大変だと思うんですよ。だってスカタノってヒーローと突破兵器だけですよ。で、この状況まで持っていってる。これが、私思うにね、新時代の茜式だと思うんですね。まあ、どういうことかっていうと、ここに関しては、まあ、通常の茜式ですよね。突撃艦、これですね。これに、ライドラとバルーンを入れておいて、クローンとレイジでダッとね、周りを破壊する。でもって、これをね、こう4分割して考えたときに、ここの区画、ここの区画はなんと、ロイヤルチャンピオンだけで削っていったわけじゃないですか。このね、区画の削り方っていうのが新しい時代だと思うんですよ。まあ、これまでだったら、今までだったらね、ここのところをこう削っていって、はい、L 字ができましたなんて言ってね、でこっちからユニットを出す、またはこっちからユニットを出して、まあ、回していくなんていう方法を取ったんですけど、もうタウンホール12のこの、13の環境下においては、そんなことする必要ないんですね。こっち全部今みたいに壁の中を壊せるロイヤルチャンピオンっていうキャラが出たことによって一気に半分潰して残りの半分を直線的に潰していく、こういう発想で攻めることができるようになったっていうことが新しい時代の幕開けじゃないかっていうふうに思うわけなんですよね。まあめちゃくちゃ多分これね、これから必要になってくる考え方だと思いますんで、俺はねもう早いうちに紹介しておきたいなと思って動画化しているというところですね。で、2つ目見ていってもらいたいと思います。
で、これに関しても、ここを壊していくんですよ。まあ、赤錦って言いながら今回は、まずは食い火も入ってきます。食い火パートでここを潰す。でさらにここを赤錦っぽい形で潰していくんですね。まあ、ロックボーマーを入れていくっていう格好なんですけども、どういう風にやっていくか、この区画をもう一回言いますね。この区画を潰すアイデアをよく見ておいてほしいというところなんですよね。まずは、食い火で、この30区画をこう削っていきますよね。ここまではオーソドックスな食い火ですね。まあ、壁をしっかり開けて、フリーズやレイジを使いながらヒーラーをやられないようにこう、マネジメントしていく。まあ、これはこれですごくうまいテクニックです。これがあるから当然後のパートが生きるんですけども、まあ、今回見てもらったのはそこじゃないんですね。はあ、ここでロイヤルチャンピオン、はあとか言っちゃった。ロイヤルチャンピオン出てきましたね。さあ、このロイヤルチャンピオンが能力を発動して、はい、ここですね。一気に、これ、対空砲とか、ボムタワーなんかを壊していきます。で、ここのインフェルノで落とされちゃうんですよ。なんだけど、対空砲がなくなっちゃってる関係で、これ、ロックボマンがこう無双するんですよね、ここから。この部分を。でそうすることによって、まあ、クイヒーでこっちは削りました。ここをロックとあとロイヤル、チャンピオン ロ×ロのユニットとして削っていくことによって、こういうルートが描けるようになるわけじゃないですか。これがねやっぱりいいんですよね。今までだったらここをロックボーマーだけで削ろうと思っても結構苦労すると思うんですよ。なんですけど、それができてしまうロイヤルチャンピオンという新たなユニットができたことによって、赤錦を今までみたいにね短期で行かせるんじゃなく、ロイヤルチャンピオンと組み合わせて1区画を潰していくっていう発想もできるようになったわけなんですね。なんで、まあ、今回も同じですよね。クイヒーにたっぷり呪文を割いてしまいますと、ここね割いちゃうので、こっち側を潰すのにクローンなんかの呪文を使えませんという場合には、ロイヤルチャンピオンと、ロックボーマー、まあこれ別に突撃艦でもいいと思うんですけど、まあ、ここに入れていって、で、まっすぐこのね右半分を壊してしまってから残ったところをバルーンで刺していく。これも愛知の発想ですよね。こういう格好の攻め方が、まあ、これからはねできるようになってくるわけなんですね、きっと。まあ、今までのね L 字っていうことに、まあ、こだわりをねもうこれから持たない方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、本当思いますね。こういうのを見させられると。で、最後もうこれなんていうのは、まあ、赤錦って呼んでいいのかな、まあ、赤錦の強化版みたいな、強化版、変形版みたいな感じですね。まあ、これはちょっとこの動画の中では少し、まあ、こんなのもありますよっていうご参考程度の、動画だと、リプレイと思ってみてください。ものすごい発想力が豊かで、レベルが高いんですけども、じゃあだからといってみんなが真似できるかって言ったら、結構ね、このサダさんのこの発想力っていうのは、なかなか真似するの難しいんじゃないかなと思います。それぐらい独創的で、まあ、素晴らしいアタックなんですけどね。どんな風にいくかっていうと、まあ、ヒーローでここ削っていきますね、こういう風に。相手の足首もこれ処理していきます。で、ここちょっと本当はね、もうちょっとこの辺まで多分削るはずだったと思うんですよね、ライドラで。まあ、でも削りきれなくて残っちゃったんですが、そこのところっていうのをね、まあ、これからどう料理するかがポイントです。つまり、ここの区画ですね。ここをどういう風にサダさんが料理するか。まあ、普通に今この赤錦のね、話題をやっている動画だったら、まあ、普通にここにね、持ってるロックボーマー入れるんでしょうと。でも、ちょっと、クローンないから伸びないんじゃないのっていう感じに見えると思うんですけども、そういう場合には、レイジプラスライドラ2体足すんですね。ここ、対空砲がもうなくなっちゃってますので、ライドラが無双するんですよ。レイジに乗っかってガン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 一気に破壊していって、なんとなんとイーグル砲までこのまま壊しちゃうんですね。これすごいですよね、このライドラの仕事。まあ、対空砲とかをしっかりと序盤に、アーチャークイーンとキングのパーツで潰しておくことによって、残ったね、ちょっと壁の中の施設をもうライドラで無双させちゃうという、まだライドラ生きてますからね、この状態で。まあよく生き残るな、これはっていう、まあロイヤルチャンピオンとか新しいね、13のユニットは関係しないんですけども、まあまあ、12の、まあ、ユニットたちの、使い方の応用編っていう感じですね。まあ、こんな形で、今ね、この赤錦っていう方法も、いろんなそのやり方が見えてきて、バリエーションが強化されてきてます。
なので、まあ、今のね、1本目と2本目っていうのはまさに、今回のこのタウンホール13の環境で、新しく使えるようになった技術だと思いますし、今この最後のね、一発っていうのは、まあ、従来の12タウンホールのね、12の時の技術なんですけども、まあ、それもまだまだこういう風にね、発想を、なんていうのかな、こう豊かにしていくことによって、使いどころっていうのは、全然あると思うしね、普通に強いんで、まあ、あのよりね、タウンホール13になったことでやり方の幅が広がったっていう風に思ってね、今までの技術プラスアルファで、まあ、今日見てもらった1本目と2本目かなのリプレイ、あんなようなね、序盤のヒーロープラス突破兵器における、ルート作り、ぜひ、やってみてもらえたら、この新しい環境下でね、また、楽しみが増えるんじゃないのかなという風に思います。まあ私もね、本当にやっていってというか、まあ学んでいくことがまだまだあるので、皆さんと一緒にね、こう勉強していきたいというふうに思うんですけども、まあ新年一発、こんなところで、終わりにさせていただきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた今年もよろしくお願いします。次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。